出会い系で貢ぎすぎちゃう女の子です。なるほど。スマホを購入の時に親から買ってもらって、スマホのアプリで遊ぶのが好きだったんですよ。奴隷記念日って裸の写真に加工で入れて送ってって言われて送っちゃったんですよ、帰って、うん、何奴隷みたいな、私奴隷だったっけみたいな5秒前、4、3、はい、回したい。第8回ダメ女図鑑。やんや。司会進行のやる気元気大輝です。そして今日も来ていただきます、コメンテーターの星野玲くんとエスティン・ジャスティンです。出た、毎度おなじみありがとうございます。今日のね、第8人目のダメ女さんは、はい、出会い系で貢ぎすぎちゃう女の子です。なるほど、貢ぐタイプには見えないけどね。長えな。ああ、今日いつもね、あの恒例で僕はあだ名、呼び名を決めてるんですけども、今日はもう簡単にいきます。はい、まゆゆです。まゆゆ、確かに。ということでね、今日はこちらの、はい、まゆゆちゃんに、まゆゆちゃん、ダメ女図鑑行ってみたいと思います。はい、カウントダウン TV。 簡単に自己紹介をお願いします。そうですね、はい、18歳で高校生、現役の。そうなんですよ、18歳高校生で、はいはい、今通信制の高校に通ってるんですよね。変わんないですね、僕らと。そうなんですよ、行ってないよ。でもともと全日制だったんですよね。全日制、いや違う、肛門ってどこで使えんか。でまずは A さんのね、お話になるんですけど、出会いのきっかけを。友達とかも全然いなくて、スマホのアプリで遊ぶのが好きだったんですよ。はい、そこで A さんという方と出会ったんですよね。で、その A さんの内容をもう一度お願いします。あ、内容、このまず A さんは普通に話してたんですよ、日常的な会話を。でそのうちなんか遊ぼうみたいな感じで言われて、で私はネットの人会うの怖いなって思って、正解だよ、もっと仲良くやってからねみたいな感じで人に言ってたんですよ。それと同時期くらいに別の人から来たんですよ。あら、アプローチがね、すごいね。そう、これが B さんです。そう、B さんとはなんか LINE 交換して、で、あ、LINE 交換したらなんか普通に仲良く悪いのかなって、気軽に話せるのがいいなって思って、そうですね、また話をして B さんと交換して、うん、ただじゃあ A さんと交換すればなんかどんな人かもうちょっと分かるかなって思って、先に A さんとその後 LINE を交換したんですよ、うん、B さんに交換して A さんとも仲良くなりたいなってね、うん、思って、うん、で A さんとも交換して、うん、そしたら会いたいなってなってきたんだよね、こう仲良くなってきて、そうそうそう、で A さんと会うことになったんですね。お、ついにか。そうなんです。あ、おいでおいで、はよはよ。で、まあやっぱまゆちゃん純粋で本当にその男性との経験もなくてね、仲良くなれて嬉しいって気持ちで行ったんですよ。同じ感覚ですね。でもそしたらやっぱり体の関係を、まあ、半分無理強いみたいな感じでねされちゃって、でキスマークをつけられちゃったんだよね。それを B さんに話したところからもう一度行きますか。で、その B さんに相談したら、キスマークとかつけてくるのは相手のことを考えてないからやった方がいいのではないでしょうかって。あ、付き合ってたんだ。まあまあまあ言ってることは間違いだよね。 A さんから今度一緒にラブホール行こうって言って、なんか一日中行ったりとか、まあ、でも彼氏だからね、感じで来て、私もその時はもうこれが普通のカップルかみたいな、俺も思うよ、かっこよくて、まあいいよみたいな言ったら、で、スマートのラインで当日は車の中で俺が〇〇を
友達で待ってるって来て、おお、急なパワーワード来たよ。え、車の中で〇〇をする人ってもしかしたら普通じゃないと思って。やめろ。でも調べようがないもんね。それって、いや、俺引き笑いすぎやし。その後で B に相談、B さんに相談してたら、高校の制服での写真見てみたいって。まあまあ普通ね、まあ普通気になるね、気になるよね。じゃあもういいかなって言って制服の写真を送って、でその後に素敵な写真見たい、でその次が裸の写真見たいって言って、そうそう、はい、私もどうぞどうぞどうぞ。下着の写真は送った。送った、送りました。あ、続けて、はい、お願いします。すいません、はい、すいません、止めてしまう。それで下着の写真送ってほしいって言われて送って、うん、その次に裸の写真送ってって言われて、うん、送ったんですよ。おお。で、私なんかなんでこんなことしてんだろうって思って、でその時は冷静になれなくて、うん、その後にミーさんが奴隷記念日って裸の写真にここに入れて送ってって言われて、うん、書いて、何奴隷みたいな、私奴隷だったみたいな。何でも言うこと聞くやん。そうそうそう。その時は私が混乱してるのをいいことに援助交際してこいって言ったんですよ。してこい、なんでって聞いたら、援助交際とかでなんかお金もらうダメな女の子が好きって言われた。 B さんが、会ったことない、この時で。そう、でそれで断り切れなかったんですね。え、ちょっとさ、だからあのね、はい、若さとか無知とかいうレベルの話じゃないですよ。そうなんですよ。あんたバカなんですよ、本当に。焦ってたとかね、まだ分かる気持ちは。なん、そんなこと言ってたらね、ちょっとね、あれ、まあセックスしたいから、あ、行為をしたいからお金をあげるよっていう話ですよね。そうです。だからそのお金いくらだったんですか。あ、違う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 、援助交際をしてお金を送ってほしいってことで。あ、え、そういうこと。その B さんとするんじゃなくて、あの B さんに、その自分はなんかその援助コースをしてるんですよ、ビデオで撮って送ってって言ったんですよ。あ、そうそうそう。まあまあまあ、お、言うことは別にね、男はよくありそうだね。ねえよ。ないか。犯罪だろ。俺もないわ。うん、で、撮ったの。なんか、あ、お寿司って演じくらない。それいくらだったんですか。それ、でも、私全部演じ構成が1万5千円から3万円の間でやってて、人によって変わるみたいな。なるほど、なるほど。感じで適当にやってたんですけど。そのお金は どうしたんですか。そのお金は、あげ、もう少しあげた。少し、500円くらいかな。500円くらいいいよ。その援助構成1万5千円から3万って言ったけど、それは、その行為含む金額、その例えばご飯だけとかじゃなくても、援助交際に行くと腸活腸の本番。いや別に、いや、そんなもんなん。いや、わかんないでしょ、僕は。もう私もわかんないから、ね、とりあえず相手が言ってきたっていうのでいいかな。じゃあ、でも1万5000円より下は断る感じの。あ、自分の中で断るけど、でも人によってはなんか逃げみたいな、うん、払ってくんないみたいな。何回ほどやられたんですか、援助交際は。さあ、はい、全然見えないわ、そういう風に。そうなんです。びっくりする。見えないからこそ、はい、ショックというか。で、え、どうなってんの今は、現状では。現在はその B ととりあえず電話できる。いやー、ぶち切れてもらっていい、俺と電話かけて、今喋るから。誰やブロックしちゃったからね。それがいいよ、それ。いや、それならそれでいいんだけど、もし繋がってるのであればね、すぐ電話します。脱がせてさ、その弱みを握るじゃないけど、まあまあまあ、までの時間も短かったわけだし、制服って一番やっちゃいけなくて、学校が分かっちゃうもんね、制服だけで。ああ、なるほど。そう、特定されちゃって、それで脅されてたりもしてたかもしれないし。さ、動画は撮って送ったの。結局初めは動画が欲しいだったんですよ。売ってるの。 FC2 とかに相手が男か女かもなんなら分かんないからね。確かに。ね、女の子がお金稼ぎで悪い女がそんなことやってるのかもしれない。女の子にしてね、分かる分、うん、いや、でもまあダメですね。すごい、ダメ女ですよ。そうなんですよ。
まあ、ダメ女っていうかどっちかっていうとバカ女なんで、まあ今回ね、あのまゆちゃんに出てもらったのは、うん、みんなにね、こう視聴者のみんなにも明日は我が身と言いますか ね、 そうですね、気をつけてほしいなと思いますし、なんか半分洗脳みたいになってたんだよね。そうで、なんか私がそれを人の洗脳みたいなのが解けるきっかけみたいなのは、やっぱその人が合わなかったことなんですよ。でも合ってたら多分私もっとやばくなったかもしれないから、多分合わなくてよかったなっていうのは。気をつけないとね、もう絶対今後もあるわこれ。なんかちょっと癖っぽいっすね。ダメだ。まあでもそうやって怖い経験をしたわけ、うん、それなのに我々に連絡してきたのもだいぶやばいけど。なんでいいじゃん別にそれは。だって会ったことないわけですし、 SNS です、同じですよね。誰かに話を聞いてほしかった。そうだよね、ちょっとぶちまけたいっていうのもあるよね。こうやって多分大丈夫なの俺らね。だから俺らにこうちょっとダメだよってちゃんと言ってくれる人がさ周りにいなかったわけだから、言えなかったから、あの叱るっていうのね。そうそうそう、だからガンガン言ってしまうから、おアドバイスで、はい、お願い、説教じゃないですから、ね、アドバイスでお願いします。そうで、まあ、とりあえず、今高校ね通信で行かれてると思うし、うまずはちゃんと高校卒業しよう。絶対に高校だけは絶対出ろよ。全員中卒。高3人全員中卒。これ初歩やから。初歩のアドバイス。初歩の初歩やな。レクシさんもいいですか、ちょっとアドバイス。まず、無知すぎる。そうだね。マジで。Google ってわかります？わかりますね。なんかその変更とか調べたら出てくると思うし、まあ、最近やったら YouTube で検索した方が良かった時もね、あるし、自分の体を送るとかもバカじゃないの、あんた本当に。ね、知らない人に、知ってる人にも送らんよ。そうだね、送ってって言っても送ってもらえんよ俺は。おいおいおい、なんか出てんな。そうだね、なんか出てる、いや顔出してるんで。今日のね、まあダメ女レベルを、レベル恒例の、いや知ってるやん。ああ、それでは、ダメ女レベルお願いします。せーの、じゃん、はい、おお。ジャスティンさん8、はい、まあ、聞くか、話聞く内容としてはまあ10なんですけど、はいはいはい、世間知らずと言いますかね、まあまあまあ、まあ、あとはまあもしかしたら家庭に何かね、そういった家庭だったかもしれないですけどね、いろいろありますしね、はいはいはい、まあ今やっぱ行動力とかある程度ね今は多分芽生えてると思うんで、そこは2点マイナスして、まあ一応8で。なるほど、末広がり。そうですね、はい、ということで、はい、りっくん何それ。いや、なんかダメというよりいろんな知識が足りてないんじゃないかなと思って、はい、例えばじゃあその知り合いにですよ、はい、私がいたら何もなってない、はいはい、なるほどね、うん、出会う人によってこの子のダメ女レベルっていうのは変わるんじゃないかな。まあ運が悪かったっていうことですね。そうだからね、あの守ってあげたいっていうのは。なるほど、問題です。ということでね、はい、今日はこのダメ女レベルを、まあ、見てもらってね、まあ、僕らともちょっとねお話しして、多分ね軽くまゆちゃんのちょっとこう心境の変化とかあるかもしれないんで、B さんにね会う時の自分にもし一言声をかけてあげるとしたら、うん、何を言うかっていうのをカメラに向かってお願いしてもらいます。僕は割と楽しんでたから大丈夫。おい、以上バカ女でした。ありがとうございました。急に僕だったし。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんていうか、いつもさ、イライラしたりこう胸クソ動画だったりしますけど、はいはい、今回は、まあまあバカっていうこともあったけど、なんかそんなイラつきやせんやってね。イラつきやせんけど、ショックとかね。俺さ、うん、もしね、娘ができたら俺も結構携帯もらうの遅かったの、うん、で、遅い方がいいと思ってた。だって、社会のその汚れを見ない方がいい、まあまあまあね、でも、一概にそうとは言えないよ。早く知った方がいい可能性もあるわ。そうそうそう、だから難しいよね。俺も俺らの動画若い子に見ない方がいいと思ってたけど、見た方がいいかもしれない。見た方がいいかもしれない。たまにはね。そうそうそう、俺ばっかりは知った方がいいと思うわ。で、俺やってて思ったんだよ、うん、いい女図鑑もやりたくない、うん、なんで俺らのネガティブばっかやってんだろう。ちょっと気になるね、うん、自分でいい女図鑑、自分で言うのよ。いや、自分でいい女って言えるやつを呼ぶ。やばいや、女じゃない。いや、一応募集します。じゃあまあいい女、私こそいい女。いや、なんかね、やっぱりね、胸クソってちょっと、まあ、続くとこっちまで病むから、うん、たまにはちょっとふわっとしたいじゃないか。じゃあもしいれば、ね、ということで、はい、ダメ女図鑑ね引き続き募集していますので、はい、もしね自分ダメ女エピソードあるよっていう方は、募集のツイッターに DM をいただけると、嬉しいです、はい、それではこのチャンネルが面白いと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくね。それでは今日はここまで。じゃあな、イケボ。
て第一印象どうですか？ギャル。ギャルですね。元ヤン。知らんキャバ嬢風紀女です。あー、風紀出ましたか。まあちょっと酔っ払った勢いで、もう些細なことだったんですけど、ムカついて、まあ、ちょっと髪の毛を掴んだとこがありまして、で髪を入れて、で、ね